西西村村秀秀のの社社長長場場こんにちは山田久志ですポッドキャスト番組「西村秀信の社長工場ではインスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます西村さん本日もよろしくお願いしますお願いします 今週はスペシャリストとジェネラリストこれをテーマに西村さんにお話を伺っていきたいと思います <laughs> 僕ね知らなかったジェネラリストっていうのはいいっぱいできる人のことはいゼネラルとかジェネラルとか全然知らなかったそうですかへえまあ基本ほら多芸は無芸とかさははい、はいあと器用貧乏とかねははい、はい大体こうあんま悪いように言われるんですよ、はい、何でもできるっていうのは結局何もできねえんだろうなんてはい、はい、でもなんか最近だとほら堀エモ門とかの多動力みたいに、はいはい なんか一つのことを極めたスペシャリストよりも、はい、今はこっち側に向いてるんじゃないのってことでジェネラリストを今日取り上げたいとなるほどさてここからです起業家<れ>経営者社長、はい、社長は、はい、スペシャリストの方がいいんですかそれともジェネラリストを目指すべきなんですかどうちでもいいじゃないですか <laughs> 以上です今日は早かったですね、はい、また来週ほ、はい、<こ>ら <laughs> 教えて教えてまあでもねまあ僕的にはもうだってひでちゃんジェネラリストだから いやそうですよだからあのやっと時代が追いついたなっつってね、うん、ねだけどねスペシャリスト兼ジェネラリストなんだよね井出さんの場合は <laughs> 俺はもう超器用貧乏だって言い続けてきて、うん、お前は器用富豪だって言われてたけどそうなんだよ器用富豪になっちゃったんだよあ新しい言葉できちゃったもん <laughs> いやだからねこれなかなかこれにも当てはまらない人なんだよね井出さんの場合はそもそもの一つ一つもスペシャリストすごいもう能力とか技術とかも含めて持っててるけど さ,さらにジェネラリスト的に、まあ、どんどんなんかまた他のものも吸収してったりだか、また違うものを覚え始めてったりだとかっての僕はもう見てきてるので、でも基本、ジェネラリストだと思ってますよ、俺うんだ基本あれですよね、僕はあまり知らないですとか、僕はここら辺あんまり詳しくないんだなっていうことをあんまりま、ひでちゃんはい、人に言ったことがないねまあ,あんま理言わないですねだ、バーテンダーだったせいもあるし。 まあその頃のやっぱりそのいろんな人たちがつながってたっていうのがあって情報も入ってたしということでやっぱりまあ,あとは工学心ですよねそもそも多分そういうものに興味もあるからイデちゃんの場合は知らないことだったら次の日にまで覚えてくるみたいなぐらいなんかこうそっちタイプでしょだからどん,どん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 それが増えていくというか結果的にねだって最初からそんな何でもかんでも博学だったわけじゃないわけだからねえも,ねもちろいまだに知らないことも多いですもうね本当に 天才ではないわけだからだけど、スペシャリストとジェネラリストが例えばいたとしたら、雇いたいと思うのはどっちですか、はい、僕はジェネラリストなんで、なのでスペシャリスト雇ってるんですよ。はあ、だからまあその、そのこと年に一芸引いてる人とか、そう,そういう世界でそこでしか活躍できない人みたいなことの人に興味を持つのは、それもあると、はい。そうなんですようん僕はもう、分、まあ、かりやすく言うと、もう19の時に飲食の、うん。 修行をちゃんとした時にバーーテンダーの師匠を見て超ススペシャリストですよ本当に日本一の人がいっぱいいたんで、うん、そのオリジナルカクテルでとか何々でみたいなフレッシュフルーツの扱いでとか、うん、本当いっぱいいたんですね、うん、<ん>もう本当にたまたまそうなんですよ<が>まあ幸運なことに、はい、だからスペシャリストの集まりの中に叩き込まれたんですよ僕で当然バーテンダーの修行をしに行ってるから、うん、あ,あの すぐ何ヶ月後には僕店開けるんでうわ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 それも学びに行ってるんで同時に人のところで雇ってもらいながら自分の店開けてってますから最初はよく覚えてますけどあの時の衝撃を僕のグラスホッパーっていうカクテルがあるんですけどバッタっていうねバッタっていう名前だそうそうそうミントとカカオと生クリーム同じ同量ずつね 20cc ずつ シェーカーで振って、うん、全く同じものをメスシリンダーで測ってうんメスシリンダーっ懐かしい <laughs> 理科の実験でやったよ <laughs> わざわざ地側じゃなくてメスシリンダーで測って20ミリリットルきっちり、うん、20cc きっちりずつ測ってシェーカーに入れて、うん、ねで当時のバーテンダーの師匠と僕で違うのはシェイクだけっていう、うん、そうかそうかはいあとは何も違わない、ね、違わないんですよ、ねうん、で僕のはミントとカカオと生クリームで、うんうんうん 師匠のはグラスホッパーっていうカクテルだったんですよ。なんでだ。だもうねシェイクが違うんですよ本当に。やっぱり違うのか。同じもの入れてるのそう。もちろん別に僕バーテン歴ゼロ年じゃないんですよ。<laughs> そうでしょ。だけど経験ねやってきたけど。バーテンダーの最高峰ってのはこれかと すごかったんですよ、まあ、だからそれを実感してるわけですねもう,一回もう一回言いますけど僕のはグラスホッパーっていうカクテルではなくて生クリームとミントとカカオを混ぜた液体だったんですよお <laughs> かしいなそんなことないでしょシェイクしたでしょちゃんとしましたしましただけど<え>師匠の飲んでからはミントとカカオと生クリームを混ぜた液体なんですよ僕のは。 僕がグラスホッパーだと思ってたのはそんなものなんですよでも師匠のを飲んだら、うん、これがグラスホッパーかって感じなんですよそれがスペシャリストなのかとすげえって思ったんですよ、うん、だって何度も言うようにメスシリンダーでなかったんだえ、ね、<laughs> 何にも違わねえんだから正解一緒なんだから <laughs> そうだよねいや何あと変えればそう話じゃないですか <laughs> そう今は俺同じことできますよ その当時はバーテンダー歴12年のやつに同じことしてあげられますよ、はいうん、じゃあメスシリンダーで測ってあげるからやってごらんってシェイクしてごらんって同じことできます当時の師匠と同じことやってあげられますけど、はい、その頃の19の俺にはもう破壊力抜群で嘘でしょ,、うん、でしょと思いましたからねまあ完膚なきまでってことですねもう今までグラスホッパー出したお客さん3人ぐらいしかいなかったけどよかったと思って <laughs> <laughs> よく飲んでてくれてたなぐらい違う謝りに行きたかったですもんね これがグラスホッパーだったら、あれはグラスホッパーじゃなかったです、ごめんなさいって、金返しに行きたかったっすもん <laughs> <当に S 2> へ。へプロというのはそういうことだというのをまあ目の当たりにして、<え>これがプロフェッショナル、スペシャリストだとで、ただですよ、それを思ったんですよ、ただ、その時ですよ、まあ、その会社もよくなかったんだけど、そ,そのトップの人とで、僕は大学生だったし、時給で働いてるんで、あんまり給料変わんねんですよ。 なるほどその人は社員でそうかそうかあれ僕の時給まあまあ良かったんであんなプロフェッショナルなグラスオッパー作る人だけどスペシャリストはででもそこまでやっぱりその人も10年かかってるわけですよ訓練だ修行だ経験値だ山ほど積んで辛いと思ってそうかこの現実は何だと辛いと思って確かにすげえカクテルだったけどすげえんですよ 行けないって思ったのと行けたとしてもちょっとここに10年かけるの嫌だって思ってしまった西村少年いたんです当時はね当然やっぱりその稼ぎたいとかやっぱりね一人もっとき急いでるんでっていうのがあるからこれ待ってられねえとちょっとこのかかる時間とそしてそこに行っても俺のバイトの時給がいいもんでそんなにっていうっっなちゃたらのを見てまあうんちょっとつらいなと思って分かります 見合わないみたいなイメージが出てしまったってことですよね、これ現実的にそうなんです、僕、最初に言ったり、まり、器用貧乏な方なんで、そこそこのレベルまで、その人の10年のレベルまでは、10年かかんないといけなくても、9年目ぐらいのレベルまでは、半年1年ぐらいでいけるんですよ。ってことですもんね、それはなんとなく分かっちゃったと。けそうだ山田さん、ご存知の通り、1、年目の僕のゴルフ、ちょっと半端なくうまかったじゃないですか。あれ ができる僕ねだそういう経験も自分でもやってきてるから分かってるのでとはそうなんですよそうかそう考えたらちょっとこれをずっと10年やり続けるみたいなことのイメージがなんとなく出てこなかった出てこなかったんですつねえってなってで僕はだからすごいスペシャリストに対しては憧れがあるんですよそれだけをやってきた人だから僕山田さんも分かると思うけどスペシャリスト好きじゃないですか好きですね いや,やっぱり多分そこをきっと自分で、西村さん、持ってるんでしょうね、はい、やっぱり自分にはちょっとないものというか、そ,のそ,<う>それに対してその、ある意味でいうとこう、盲目的にちゃんと迎える人っていうこと、う西村さんの場合は、見えてきちゃう人だったりするから、いや、でもなと、なんか考えが出ちゃうけど、ほとんどのなんかそういう,こう憧れや夢だけの商売でずっとやってる人って、はいはい、正直見えてないんですよね。 見えてないからやれるんですよでその後結果として、それ以上のものを手にしてるじゃないですか、うん、だから、スペシャリストには、コンプレックスがあります僕まあむしろ、スペシャリストの方って、ちょっとそういった催眠にかかってるような人とかって多いですからね、その誰に何と言われようが、それだけをって、ねそで、そこに関してはもう、あと何もないんだと、そ,<う>それに対してお金がどうなのとか、環境がどうなのとか言ったら、聞く味も持たないし、はい、いや,やりてんなもん、これがずっとっていうぐらいですからね、こ,うこだわってる人、はい、そういうことか、だからそっちの人の方がむしろ興味持つと。そう 僕あの、天才の定義もそうなんですけど、僕、器用貧乏なんで、大体のこと器用にこなせるんで、うん、僕が3年、5年、10年やっても、この人のレベルまでは絶対いかないだろうなって思わせてくれる人が好きなんですよ、それ、天才だと思うんで、うん、大体の、<あ>その、ね、俺、の俺天才だって言ってる人たちって、でも、あなた、それしかやってないんでしょと、<ー>俺、ごめんけど、それしかやらないで、3年、5年、10年、あなたと同じ時間使ったら、そこまでいける自信あるよって思わせる。うん 人が結構いるんですよ。そ,うん、それだとそんなに盛り上がってこない。<う>すげえなって思わないんですけど、<laughs> そうだから本当のスペシャリストに対してはすごいコンプレックスがあります。まあでもね、おかげでだから今はそういった方を対象にそういうお付き合いがしてる、だからまああのー、うちのね IT の高木さにしろデザインクリエイティブの田浦にしろあのー、あこいつらのいるところには俺はごめんけど10年経っても行かないなって、うん <laughs> あのデザインにしろ、IT にしろ、別に僕、苦手なわけじゃないじゃないですか、はいはいね、全然、知識ももちろん豊富だし、もう知っているあの情報量もあるが、はいはい、それとはまた別なんですね、そこまでいくかっていう、うん、だからそのや結局、世の中のね、そのブレイクスルーしてる人って99、99%までってあんまり重要じゃなくて、僕はその99%までは、ものすごく早くいくんですよ、うん、でも残りの1%、0.1%をどこまで詰め切ったプロフェッショナルかっていうのは、やっぱすごい必要じゃないですか。うんうんで そこにやっぱり時間もかかるし、労力もかかるし、そこからが才能の世界じゃないですか。確かにね。変な話、99%までは努力で何とでもなるじゃないですか。ちょっと真似ようと思ったりだとか、ある程度のものなんてうね、しかも今、情報本音に溢れてますから、入手しようと思ったってできるし、だけどその最後の1%、100人などに当てた、そこの到達するところまでが、まあ、ほとんどの人だからそれができずに諦めてしまうというか。僕はもうの時に あのジェネラリリススストトののペシャリストになろうって決めたのでジェネラルでいることのスペシャリストになろうと決めたので、はあ、これだと今後はどういう人が需要があるんですか、ね、やっぱりでもジェネラリストを極めていく方がいいのかしらそれとも、ね、こう今同じ今チームでやるなら、まあ、たまたまそのほら西村さんに関しては、ね、スペシャリスト好きですよってのはあるけど。はい ジェネラル社長のところにはスペシャリストの方が多いと思うしスペシャリスト社長のところにはあのジェネラリストの,あの居場所もあると思います。た,ただ何ですかねスペシャリストの居場所ってどこにでもあるけどジェネラリストの居場所ってそんなにないんですよ実は。はあ。何でもできるがゆえ。そうそうそう。 ぜ全員がリベロのサッカーでもバレエでもいいですけど要はリベロってことじゃないですかそうだねそれはいらないんだよな <laughs> 全員はいらないでしょ <laughs>、うん、誰が決め,決めてくれるんだよそれ <laughs> ね<え>そうでもしくはリベロがいらない戦術のチームもあるじゃないですか、うんね、でもフォワードがいらないチームとかゴールキーパーがいらないチームとかディフェンスがいらないチームって絶対存在しないじゃないですかでもリベロがいらないチームって全然存在しますよ、ね、<laughs> り得るだからジェネラリストがいらないチームって全然存在するですよ 確かにしかもそれが今だとほらどんどん AI の時代になって、はい、ねなくなりかけてますからねすでにね、はい、そういう,うねみんなができることみたいなものがどんどん機械化されたとしたらそうそうだからそう、ね、そうだからそれもあってだからだから AI にとって変わられないレベルのスペシャリストは僕にとってはすごい価値があるけど。 AI にとって買われるスペシャリストイコール僕でも多分コピーできるスペシャリストだからそれぐらいだったらいいですってな,なっちゃう確かにこうやって今職がなくなっていく時代なんて言われてますから、はい、ってことはどっちから極めていったらいいかな、ね、これ悩みどこですねこれでもねでもまあ今ちょっと言っていただいた中で言うと社長がスペシャルならジェネラルの社員が。 でも別にあのあの社長がスペシャリストだとしてもその,そのこと以外できないからどっちにしたってそのスペシャリストで埋めるしかないんですよ。なるほど、そう,そうかそうか営業のスペシャリストだとしたら会計のスペシャリストもいるし、うん、管理のスペシャリストもいるし、うん、何人かっていう時にただ、ちっちゃいうちはそんな全部スペシャリスト入れられないから、うん、ジェネラルのやつが一人いてくれると楽だよねってのはありますよね。確かにねそうかそそうう そいつがマルチでやってくれた開発のスペシャリストねっあの何でもいいですよプログラミングのスペシャリストが一人社長でいてあとは全部やってみたいなねできなくもないからもしそのジェネラルのそれぐらいのスキルがあればはい。ははそれはありますよねってことはあれですね本当に今は多芸は無芸じゃないですね身を助くかもしれないまあだからどこまでのレベルかじゃないですか本当にその。 家計、ね、であることのスペシャリストであるですは本当にあると思うし、僕も。うん,う,んうん、そうね、確かにね。うん、だって、それもある程度、一個一個がレベル的に高くないと、うん、ジェネラリストとは言えないからね、そのただの、<う>まあ博学なだけではもう意味あるし。なんかちょっとかじっただけみたいな <laughs>、ね。ぐらいではね、はい、そこの経験値だって、じゃあどれぐらいあるのかとか、まあ、例えばその、ねはい、昔でいうと、いや、俺、アルバイト5十種類、100種類やったんですよっていうんだったら、はい、それはどのぐらいの歳月で、やっぱどのぐらいそこに、あのまあ、 知識もあるのかとかっていうことにならないとただね数だけって言われてもって話ですもんね,、うん、ねそうなんですよね、うん、いいですね、うん、これじゃあ僕はスペシャリストに入るんですかどう考えたらスペシャリスト <laughs> えー、だから憧れとコンプレックスがありますよ。ありがとうございます。<laughs> 最終回です。<laughs> で嬉しいですね。それで終わるんだ。<laughs> ね、気持ちよく終わるよ俺はみたいな。スペシャリスト山田の <laughs> いやー気持ちがいいですね。嬉しいもんですね。うん、ああでもやっぱそうなんですね。うん、どっかでみんなもじゃ頑張ってでもなんかこう好きなものを見つけたら自然にそれを本当にねぐっとこうやっているだけでスペシャリストになったみたいなこともあるから。<う>あの前回で言えばあれもそうかもしれませんよね。 あの石鹸を作る石鹸じゃないソルトだ、はい、ソルトを作ってくれるあの女性だってはい、はい、その塩に関してスペシャリストなとこまで、ね、そうだねスペシャルでいこうゼネラルでいこうとか考えてないんですよスペシャルの人ってあそうかそんなんでどっち選んでやったわけじゃないんですよねそうだからたまたまそうなっちゃったそれがね嫉妬を覚えるところなんですよわ <laughs> かりますよ普通たまたまそうなんねえよって <C? S 1> 西山さん思うんだよね気づくだろ普通みたいなその好きで やり続けてこう没頭してみたいな、うん、いやわかりますよだってそんな他に好きなことも出てくるべとか<う>たまにも飽きるべとか<う>なぜ思わないんだってことですよね千葉先生にしてみればねそう,そういう人生を見たときにそ<う>でそ,そのすべてそうなんですよあの僕のいろんな先生いるんですよ、うん、だからそのお茶もやるし格闘もやるし<ー>ゴルフもやるし。 <な><っ>何もやるしいろんなことやるんですよね僕だからそのジェネラリストだからそれなりにいろんなちゃんとした先生についてるんですよ、うん、で共通なんですよみんな言うこと何々の世界には終わりがないからって言うんですよ <laughs>、うん、怖いわだ僕ね例えばゴルフで言ったら、うんはい パーープレででで回れるよよううになっったからも僕の中は終わてんすだってもうそれだけで十分すげえじゃねえかと普通だったらもしくはアンダーパー出したことが1回2回3回ぐらいはあるからもうそれで一応上がりなんですよ僕の中では終わりがあるんですよパープレーで回ったら僕の中では終わりなんですよだけどゴルフの先生は言うんですよゴルフはねいいよ終わりがないからえ終わったよ俺はみたいないくつで上がれってんだじゃあみたいなそうそうそうなるほどここの違いですね でもやっぱ一芸極めてる人スペシャリストの人ってみんな言うんですよ。絵だってそうだし音楽だってそうだしゴールもなければ全部みんな必ず言うんですよねやっぱそれをそれを好きでスペシャリストでそこに行ってる人って逆に言うと僕はそこまで慣れないんですよ終わりがないんだよいやいや終わりでいい終わりでいいいやだってもうピアノも弾けたしごめんごめん弾けたからいいんだわこれの先何あんのよじゃあみたいなっていうね から西村さん的にはなかなかそのスペシャリストというところの思想にいけないんだね、あいつらの発想はどういうになってんだと。いやそうだからもう、すっごい没頭して、すごい集中して、もう寝食忘れてみたいなのが、残念ながら僕にはないので、ちゃんとご飯食べますもんね、食べ腹すくじゃねえかと、何言ってんだ、あの人と、なんで3日、3晩寝寝いで絵描いてられるんだそうなんですよ、お腹すいたしか言わないんで、僕、眠いお腹すいたしか言わないんで。すごいいねや すごいなと思うんですよなんかもしかしたらそのないものなりの感じかが結果的にこうやってスペシャリストさんとのつながりを増やしていった、ね、だから西村さんなのかもしれませんね。はい、はでもスペシャリストと話をしてることは楽しいんですね大好きです <laughs> もうだからスペシャリストと話すのはすごい好きだし<ー>会うのもすごい好きだし<ー>尊敬してるしな何度も言うけど嫉妬も覚えるけど<ー>すごい好きなんですよコンプレックスもあるし<ー>だけどジェネラリストと会えるよって言われてもあんまり喜いんでい <laughs> いつかいねえかな、ジェラシーを覚えるぐらいのジェネラリストの登場いや、ジェネラリストでどんなに僕よりジェネラルがすごくても、別に嫉妬しないと思うんですよ、そこはもちろん、いるんだねっていう、へーって、そんな人いるよね、勉強になるで終わると思います。そうか、じゃあれだね、やっぱまさにこの番組聞いてて、エンジェル投資狙ってる人は、スペシャリストのほうがいいかもな、そうですね、その人の方が可能性や確率は上がってるかもね。 三浦さんが援助してもらう実際、ちょっとそういう近い話で、ベンチャーキャピタルとか立ち上げたんですけど、よかったらうちに投資してくださいみたいなベンチャーキャピタルの方に、投資家側でっていう話が来た時に、いや、ごめんけど、お前がやってること、大体俺ができるからいいって言ったんですよ。そうういことだだからそっちは興味ない、や儲かりますよとか言うても、うん、いやそいや、いや多分俺のが儲かるうそう。そそううねだったら、スペシャリストのそういうリクエストが欲しい。 君は一体どんなスペシャルなね、はい、技術や技能やね、はい、お持ちなのかな、はい、ねいやでも <laughs> いいんですよ自分でそういう時間がなくたって、はい、なんかそういう強い思いだけをきて全然それを、ねはい、あの見出すのも別に全然好きだしで、ね、だからまあ簡単ですよ、はい、あの。 センサーは簡単でですす俺ががちょっとイラしなら嫉覚えるかそれがピコンピコンしたら「おしもう決めた」「君はスペシャリストだよ」手伝わしてしいですねそうですね僕の心中が穏やかだったらスペシャリストじゃなくていいねあじゃあそうだねスペシャリスト訪問もしてくれればいいんだから僕スペシャリストですかどうですか見てもらっていいですかねっていう鑑定士みたいなスペシャルだったらあるからね全然嫉妬しないわ帰ってもらっていいかなっていうのか 君すごいよと、ああいや、今すぐ契約したいよみたいなことにも、なるかもしれない。ああ,はい、ああ、楽しみですね。はい、ちょっと、ね、その時僕も面接会場に <laughs>。い,い,い,いや、いや,やっぱり一応スペシャリストとして見ておかない。スペシャリスト。<laughs> スペシャリストにしてるかわからないこと。いらないでしょうよ。<laughs> なんでそこだけすごく滑舌よくやって。<laughs> 全然言えなかった。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。 西村秀信の,の社長工場毎週1000万投資と題しまして情熱を持った企業家へエンジェル投資も行っております詳細は第7回と第8回の放送をお聞きくださいまた番組への質問ご意見は社長工場のホームページ ceo-factory.com からお問い合わせください西村さん本日もどうもありがとうございましたありがとうございました